広大な長島リゾート駐車場で開催された第3回サンワサービスグループお客様感謝祭。実に300台以上の自慢のカスタムカーが大集結。ドレスアップカーコンテストに臨む。イベントの MC はもちろん室長。それではまずはですね、挨拶をさせていただきたいと思います。改めまして、非常に天気もよくですね、この会が始められたことを非常に嬉しく思っております。川口さん、今回トロフィーの方もなんか50本ぐらいありまして、はい、いろんな賞がありますんで。今回のロケには彩り免疫店から先日ステージデビューしたメイちゃんが来てくれました。メイちゃん、いろんな車来てますからね。はい、紹介していきましょうか。ちょっと今からワクワクしてます。 OKOK、はい、まず紹介するのはサンワサービスのコンプリートカー。これはドゥクシー店で販売させていただいているボクシーのコンプリートカーですね。おー、はい、メイちゃんいかがですか。いや、なんか、うん、いかついです。あ、いかついというね、18歳。そんなご意見がありますが。いや、いかつさもあって、うん、まあ一応シンプルイズワイルドっていうのがね、うちのコンセプトでやってるんで、あ、まあ、そのあたりがすごい詰まってるかなっていう形ですね。ねえ、チャンピオン的にはどうですか、このタイプのコンプリートは。いや、かっこいいと思いますね。なんかやりすぎじゃない感じがおしゃれかなと。今日やりすぎじゃないですか、大丈夫ですか。ちょっとやりすぎたかもしれないです。いや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 私が。大丈夫です、大丈夫です。新型アルファード。ヘルファイア。ハリアーのコンプリートカーはお客様にも大人気。ハリアーだったら、どちらを、メイちゃんは。私だったら黒にします。お、その理由は。すごい単純に、女の人が黒だと、ちょっとかっこよく見えるかな、みたいな。はい。実際にこの黒のハリアーにかっこいい女性が乗ったらどうなるか見てもらいましょう。チャンピオンお願いします。はいはいはい、チャンピオンお願いします。チャンピオンかっこいいですからね。広くてこの辺のなんかなんだろう、おしゃれですね。それではコンテストの審査に参りましょう。今回は黒ちゃん賞、メイちゃん賞も決めちゃいます。すごいことになってます。車いいじゃないですか、スカイライン、こう緑色がめっちゃいいですね。オーナー、どうでしょう、これ。それ自作ですか。はい、自作です。え、大工さんなんですか。元大工です。あ、元大工さん、元大工さんなんだって。前回のコンテストにも入賞したお客さんもたくさん参加。今回はエアサスをリモコンで上げ下げできるようにして。なるほど、はい。ちょっと動かしていただいてよろしいでしょうか。はい、じゃあお願いします。はい、お、リモコン取ったよ。なんか私の知らない世界がいろいろあるっていうものを。そうだね。ね、こんなのなんで車が下がらなきゃいけないんだろうというふうに。おお、すごい派手な下着。派手な下着ですね。こんな色18歳は持ってるんでしょうかね。一着だけ。バカ野郎、お母さんごめんなさい。そう、もう色も全部指定してやってもらいましたね。いやー、ここまでやってこそカスタマイズですよ。いや、最高のおもてなしがこちらで ね, ねえできるわけですよ。お次はカスタムマーク X。 どの辺が一番の自慢ポイントで。このイベントに合わせて組んだ、今回アームを組んできたんですけども、で、足回りのつら具合が自慢のポイントです。このなんか ネジ、ナットっていうんですかね、はいはいはい、なんか飛び出てる感じ珍しいですよね。みつるさんのナットを装着してて、最近流行りのラグナットを付け足してて、この辺もこだわりですか。そうですね、はい、ちょっと流行りに便乗した感じです。続いてはカスタムプリウス。基本自分で全てやってるので、もうそこだけが自慢です。このデカールもそうなんですか。そうですね、これもデザイン選んで、それをはいうまく自分で施して、はい、施して自分のイニシャルを入れて。どこどこどこに入ってんの、オーナーのイニシャル。どこに入ってんの、これ。そうですね、 SK スタイル。はい、そういうちょっと手の込んだところが。ああ、奥さんが奥さんが。あ、奥さん、どうぞどうぞ。奥さんが何、手の込んだところは制作に携わったんですか。はい、そうです。すごいですよ、夫婦共同作業ですよ。いや、もう最高の車ですよね。さらに会場をぶらり。
トンボですか？トンボの目みたいですね。何個入ってるの？5つも入ってる、片側にね。なんかシャアみたいですね、ガンダムのね。かっこいいですね。なんかトミカエラっぽいけど、ローエンっぽい。かっこいいね。ぶっちゃけもうほら肩振るじゃないですか。はいはい、ね、はい。でもそれがこうここまでになるんだよね。まああのバンパー変えて、また形状変えることでちょっと新しい車をイメージしたデザインになってるんで、すごいいいと思いますね。続いてはカスタムレクサス LS。 やはりこのワイルド感みたいなのがすごく車から伝わってくるんですけど、はい、その辺は強調したかったんですか？そうですね、でもシンプルがやっぱ自分的には好きなんで。すれ違った時におおってやっぱ目引きますか？基本みんな見てきますね。なんだこれっていう感じ、はい。続いてカスタムプリウスアルファ。でもやっぱあの周りの人からいいねって言われるのはいいでしょ。そうですね、まあそれのためにやってますからね。川内さん、はい、これちょっとすごいなと思ったこのハイエース。はい、もうあのこのサイドのステッカーに関しても、うん、あの一緒にお客さんと考えて作った。あ、じゃあオリジナルなんだ。そうなんです。ワンオフで、はい、すごい、はい、で足のねこのホイールなんかもすごいかっこいいし、そしてこの4型なんですけど、まあ、このライトなんかも見てくださいよ、これすごいよね、はい。これ作ったの、それともこういうのあんの？こういうのがもうこっちから純正をカパッとこう上げて、はい、中から全てテーマを持って作るっていう。結構こううちが作ったやつをやっぱウェブとかに載せるとですね、やっぱりその違うお客さんが見て欲しいんですよ、やりたいんですよっていうケースが結構多いですね。なるほど。会場の協賛ブースもご訪問。こちらはバルドのホイールブース。展示してあるホイールの中で一押しは？そうですね、バルカスですね、はい。これもしかしたらこちらの S についてるのもそうですか？そうですね、今年の、まあ、オートサロンで、まあ、デビューしたんですけど、いろんな色がこんなあるんです。てかびっくりしたでしょ。いや、ちょっとこの色がすごい派手だなって感じで初めて見ました、このタイプは。ね、隣だって黄色というかゴールドとかね。ちょっと美味しそうに見えてきました18歳の女の子、美味しそうだよね。ダメですよここでクロちゃん賞、メイちゃん賞を発表します。クロちゃん賞は LDJ デザインのハイエース、はい、クロ岩賞ですよ。ありがとうございます、ね。メイちゃん賞はマーク X。 ということでオーナーさん、おめでとうございます。ありがとうございます。もう一つクロちゃん賞がカスタムランクル。大体まずランクルと思われないじゃないですか、一瞬は。ちょっと違います ね。本当のドレスアップコンテストの表彰はメイちゃんもお手伝い。皆さんの素晴らしいカスタムカー楽しませていただきました。次回第4回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。